はい、どうも、ウエッチです。ということで、今日も UT バカの時期のをやっていきたいと思います。ですね、どこまでやったんだろう。代表監督の話は来てるんだけど、そう、ユーススタッフをね、雇うのを忘れてたんで、これをまず雇うところから、今回。お、評価5だ。この人めっちゃいいね。高いけど雇ってしまったぜ。構築しよう。で、一番ね、安い、ここで。まあ、日本でいいかな。よし。ということで、じゃあ気を取り直してやっていきますか。ということで、また選手の方を募集してるんでね、ぜひお願いします。ということで、今日はセスカ戦、そうですね、ラスト試合、リーグラスト試合のセスカ戦の方やっていきたいと思います。一応現段階で、この試合に勝てば大丈夫かな。正直何が起こるかまだ分かんないんで、ちゃんと潰しに行かないと本当に敗退してしまうので。さあ、じゃあスタメンどうしようね。勝ちに行かないとダメだからね。とりあえずはこのメンバーで行くか、そのまま。そうだね。勝ちに行かないとね。これで行くか。ということで、左からアーロンズ、ミトロビッチ、マットリッチ、ペレス、コールバック、シェルビー、ラザー、クラーク、ベンバ、ガメス、セルスで行きます。入荷するキャリアはね、ちょっと長丁場になりそうだし、パク実況とね、比べては、まあ、なんだろう、そんなパク、ブコー、パク貯めるね、コインを稼ぐ時間とかもまあいらないんで、割と早めには取れるのかなっていう感じなんですけど、なかなかね、上げる時間がちょっとね、大学始まって忙しくなってしまっ今日おたん届けで。するのはヨーロピアン・インターナショナルカップのグループステージさあ、第3戦です。やっていきましここまではょう。面白い試合が続いていますね。はい。今日も白熱した試合を見せてほしいですね。こちらがニューカッスルユナイテッドの先発メンバーです。一般的な433ですね。セスカっていうウのィ誰ンがいにるんいだるろう、選有手名どがころ。攻撃を活性化させます。マリオ・フェルナンデス。マリオ・フェルナンデス。フェルナンデスってミランにいるやつか？ルーズボールになった。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのいスや、ローいいインタでックルす。だ。ナニューイカッスス。ル仕掛けてきますか。さあ、コールバック。いやー、よくない。キーパーが処理しました。さあ、シェルビー。これは難しかったか。パスは通りません。いいよ。ナイスパック。マットリッチ。マットリッチ。ボールはどういいクだ。ロス。頭で合いわせた。やアウー、ト。いや誰か反応しているか。主審ー、アがフサ試合イをか。止めました。アフサイじゃない。倒れている選手がいます。いやー、さっきの接触で痛めたようもうでなんす。かすごい体勢一だった旦けど、大外に丈出夫さか。れるかもしれません。負傷した選手はピッチの外で治療を受けます。ラドロッザプボールからの再開でーかすな。ね。いいヘディング。あっと、まずいよ。ナイスクラック。パスをこの位置で防ぎます。ジョンジョ・シェルビー。ヘスガメス。今日の試合、チーム力ではあまり差がなさそうです。オッケー、ナイニューカッス。スルとしていはやー、タフな対戦相手となりました。惜しい鋭な、い読みでカット。惜しいな、サイド見えてなかったな。オッケー。さあ、シェルビー。さあ、正直ね、ナントとマインツの試合結果によっいいて形も、でゴール前まで持ってきましうちた。の敗退が。考えるまでもありませんでした。攻撃は失うわー、敗もし、っ相たい手ボねえールよ、でそういうす。の。かかってるんで。まあ、ただね、得失点で言うと、マインツにかなり差をつけてるんで、この試合最悪ね、引き分けでも問題はない。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。出足が鋭危い。ない。いカットします。やー、そこ通ったらチャンスだったな。先走りすぎましたね。中継。攻撃はカットされ、相手ボールになりました。レアン・ブローン、チャンスを狙っています。ナイスクラッボールク。がフやリーばい、になりました。危ない。オフサイドは？どうだ。危ない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 。シュートは枠を外れます。
守備がやばい、守備がずれてしまいましたか。オッケー、オッケー、惜しい。さあスタジアムのテンションが上がります。ここはシュート、オッケーオッケーオッケー。これは大きく枠を外しました。スタジアムからはため息が漏れます。今のはチャンスでしたね。競り勝てないね。あれは決めてほしい場面です。まずボールがこぼれました。オッケー、ゴールキックになります。これはナイスプレッシャーだったね。いや勝てんな勝てんな。危険な位置です。緊張感が増してきます。オッケー、ナイス。ブロックに当たる、ナイス。このスローインはうまくいきません。オッケー、ボールをキープできませんでした。ジャック・コルバック、さあヘスがメス、いやミスった。おお、これ攻撃に移りたい。サイドへ、おっと浮かせたか。ナイス。ニューカッスルからのスローインでゲームが再開されます。ジョンジョ・シェルビー、横へ展開。さあよし、さあマットリッチ、ここで勢いが止まってしまいました。オッケー、さあ折り返した、いや止めた、弾いた。仕掛ける前にボールを奪われました。うまい。入荷する。これは、これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。いいクロス。ヘッドでのシュート。いやーそういうのは合うんだな。ゴールキックからのボールに合わないね。合わないっていうか競り勝てないね。こういうところ分かったわ。さすがシェルビーだね。入荷する。仕掛けてきますか。じっくりと出しどころを探します。やばい、合わせてくるか。いいクロス、ディフェンダーがクロスをさばきます。コーナーキックからのチャンスです。ニューカッスル、いやープレッシャーが、いやーマジか。アレクセイ・ベレズツキー、オッケー、ジャック・コルバック。このフェルティンス・アレーナは吊り下げ式の4面ビジョンが非常に特徴的なスタジアムです。いや珍しいですよね。ビクトル・バシン、さあシェンニコフ、いい形でゴール前まで持ってきました。おっとそれはまずいべ。ボールがこぼれました。相手がボールを奪い攻撃を止めました。このボールは通るか、狙っていった、危ない、鈍い音が鳴った、危ない。ここで網にかかる、危ない危ない危ない。この時間に入れられたら本当に嫌な時間だからね。トリッチ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。さあ前半打て 0-0、 どうよそれは。さあマインツ、お、マインツが勝ってる、マジか。サブの選手がピッチに向かいます。マインツが勝ってたらどうなるんだこれ。ベルティンスアレーナで後半戦がスタートしました。まだ席に戻っていないファンも見受けられます。アラン・ジャゴエフ、外に出てスローインになります。ニューカッスル、さあロンズ、アレクサンダル・ミトロビッチ、いやーちょっと出しとこがないな。
ルギー・シェンニコフ、サイドチェンジです。いやオッケー、ナイス、ラザーいいね。慎重に攻撃を組み立てています。いやいい盾だったよ。ディフェンスがいます。悪くない悪くないが、なんかが足りない。押しセルビ、シェンニコフ、マッツ・フンメルスですが、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはボルシア・ドルトムントです。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与え、やばい、振り抜いた、危ない、ここはシュートが入らず、うまくつけきれなかったぜ。うわ、トシッチ入ってきた、まずいべ。ジャック・コルバック、いや、オフサイだ。ディフェンダーの反応が走りましたが、もう少しすごくいい動きしてくれたの。トシッチ入ってきたぜ、まずいべ。コーナーだよ、コーナーでリスタート。ミスったなんでキーパーあんなような動きさせちゃったんだろう。蹴らせればよかった。気をつけろ。さあ味方も連動して動いてくる。アラン・ジャゴエフ、面白いボールが出た。まずい、入るか、危ない、危ないよ。同点のままです。どっちか、これが決まれば楽になってただけに残念ですね。いやつまらないミスでボールを失いました。こっちのボールにならないのはちょっとつらいな。ちょっとメンバー変えようか。ここで61分、誰が良くない、みんな悪くないんだよな。トロビッツそんな目立ってないな。ゲイル、アメオビ、アツかな。とりあえずこれでいこう。ここでスローイン、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。開幕戦はフルハムなんだね。フルハム、フルハム、ファル、いやージャゴエフ、ジャゴエフ、めちゃくちゃフィジカルが。ピッチ脇で準備しています。フォーメーションに変更があるか注目です。ナイス、チャンス、これは絶好の位置。いや素晴らしいタックル。いやー、ちょっと違ったな。ったな、クリスティアン・ヤツ、クロスきた。あー、これ取られるね。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ジャック・コルバック、いやー、ボールを奪ったのは CSKA モスクワ。ボールを回します。あ、ファル。 CSKA モスクワっていうのチェスカって言わないんだね。何をやってくるでしょうか。前に出た、目がありません。前出たよ、審判、審判、これはフリ、惜しい。いやー、惜しい、もう少しでしたね。うわ、ボールがこぼれました。ザゴエフ、ザゴエフにやられてるね。10番危険な位置です。緊張感が増してきます。どうなる。オッケーオッケーオッケー、コーナーキックになりました。トシッチがまずいべ。打ってきた、勝ち越しゴールを奪えません。ここはチャンスを逃しました。ハンド、ハンドのようです。OKOK、 主審が近くで見ていましたね。いやー、これどうなってる。もう一つの会場次第はだべ、これちょっとどうなるかは。マジでパスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。大丈夫だけどさ、よっぽどのことかない限り。体を寄せる。ちょっともうちょっと目を変えよう。シルビーを置いておきたい。ペレスに変えて、ここにアメオビを入れようか。じゃあで左にゴフラン、
ゴーフラン体に当ててクロスをブロック。いいクロス。コーナーからスタートします。まだあるまだ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 。さあ折り返した。いやいいクロス。ボールに寄せたのはディフェンスでした。わーお勝てず。これはまずいよ。ちょっと距離じゃない。試合は同点のまま終了間際です。しかしホームのサポーターは勝ち点3を目指してほしいようですね。一番苦しい時間にこの声援は嬉しいでしょう。選手たちも積極的に勝ち越しゴールを狙いに行くと思いますよ。おお、なんだ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 、危ねえ。いや足遅えなお前。になりました。なんとか足の速さまでまだ把握してないよ。パスコースにはディフェンスがいます。いや走ってくれないのか。さあスタジアムのテンションが上がります。いや走ってくれない。ほうほうほう。相手がボールを奪い攻撃を止めました。まずナイスディフェンス。さてどうする。うわオフサイド。オフサイド。オフサイド。ジャゴイフこいつやばいね。でもこのまま行ったらどこが上がる。なんととなんととボールを運びゴールに襲いかかります。なんとと内側上がるか。合わせてくるか。危な、危な。なんとか勝ち越し点を奪おうとしましたが、ここは入りません。ガメスちゃんとついてくれ。え、なんか同じ人入ってない。あ、兄弟か。さあロスタイム3分。え、4分じゃん。え、下3分になってるべ。下の主審、副審は3分って書いてあるべ。あれちょっとこれはどうだ。ナイス。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。ここで網に入る。危ない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 。そういう中短パイクだ。いやまだあるまだあるまだある。ジャック・コルバック。まだあるよ。入荷する。ここで点決めたら劇的。コーナーキックです。ここは勝ち越しのチャンスが生まれました。上げさせてもらえねえよ。さあセルビ中にボールが入る。ああ合わない。ちょっと待って、どうなったこれ。どうなったどうなったどうなった。終了です。どうなった。多分大丈夫だよな。え、どうなった。待って待って、マインツが勝った。待って、マインツが勝ってもう勝ち点並ぶけど、うちが抜けた。なんとか落ちた。え、どうなったどうなったどうなった。お、アウグスだ。なんとか残ったのか。危ねえ。ミスった。なんとと入荷する。入荷する、うちが一通過か。危ね危ね。あ、かおお、すっげえ接戦じゃんこれ。さあもう一方はグラナダ、アウグスブルクが勝ち点5。こっちも接戦だったね。ボーマスがキリ残れず、ジャック・ウィルシャーが残れずか。トレーニングしとくか。お、アーロンズのスタミナが上がったみたい。さあ、お、なんかメール入ってるね。スカウトも構築中。お、トーナメント賞金。おお、めっちゃ入るね。さあ、ということで準決勝アウグスブルク戦やっていきたいと思います。ウサミ出てくるかな。あ、どうしよう。あ、これでいっか。ウサミ出てくるかな。さあ、ちょっとメンバー変えよう。アーロンズに変えてゴーフラン。シェルビーとコールバックがちょっと疲れ気味だね。でもこうするしかないか。頑張れ。頑張れ。頑張ってくれ。ちょっともうちょっと頑張ったら休憩あげるから。ペレスとアーロンズをもうベンチ外にしようか、この試合は。で、先場2人入れよう。ちょっと守備的なディフェベンチ陣だけど、まあ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 、次の試合に向けてもね。サウグスブルク戦、宇佐美はスタメンで出てくるのかな。結構ね、この
何プレシーズマッチっていうのは結構そういう普段スタメンで出てこない選手が。シェルビーって PK 下手？俺そんな押してねえべ。サルペインターナショナルカップ。今日はヨーロピアンインターナショナルカップの準決勝です。福西さん、ついにベスト4の試合ですね。ええ、ここまで勝ち進んできただけあって、どちらもいいチームですから、ハイレベルな試合を期待できそうです。こちらがニューカッスルユナイテッドの先発メンバーです。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。サヘスガメス。こちらがアウクスブルクの先発メンバーです。いや読まれてるね。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。ジャック・コルバック惜しい。ボールがフリーになりました。ウサムはウサムいないか、ベンチ入りもしてないかな。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。見事なコントロールです。カイム、バイヤー。さあこの準決勝からマジで油断できんからね。パス回しです。クラーク、オッケーオッケー、よし。ここから入荷するのギアが上がるか。まず1人、そして2人。どうだ、ボールはアレクサンダー入った。いやでもこれはもうね、ここだよね。マットリッチが2人かわして1人競り勝ったから、生まれた1点だよね。さあいい時間に1点入れたね。でもカイム、さあアルティントップ、ウィンボガソン、ウィンボガソン、アルティントップ。いい形でゴール前まで持ってきました。サイドか、あっとこぼれた。ジャック・コルバック、コルバック、うわいいディフェンス。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。フィン・ボガソン、バイヤー、ドミニック・コール、ボールが足につきません。ルーズボールだ。クラーク、さあナイス、危ない。マットリッチ、マットリッチ、サミトロビッチ、ジョンジョシェルビー。いやー走らんかったか。危険な位置です。緊張感が増してきます。あ、主審が流します。アドバンテージを見たようです。ごめん、大丈夫か。こう防げ、ボールを回してチャンスを伺います。上がった、いいところにクロスが入りましたが、ちょっと読まれていましたね。さあカウンターだよ。アレクサンダル・ミトロビッチ、やばいやばい。ジャック・コルバック、やばい。ボールがフリーになりました。バイヤー、いやちょっそのテンション、スタジアムのテンションが上がります。アルティントップ、オッケー、ナイス。あー良くない。ナイスです。マットリッチ、いや当たったか。ディフェンスボールを中盤で奪いました。良くないね、パスは。ドミニック・コール、コール、ここで勢いが止まってしまいました。ちょっとかわされたよ。簡単に、簡単にかわされすぎじゃない。シュートに行けるか。やばい、危ねえ。キーパーに奪われました。フィン・ボガソン、圧かな今の。マークにつけていませんね。ディフェンダーを抜いた。そんなゴリゴリ来るの一人で。ディフェンスが勝ちました。ボールを運びゴールに襲いかかります。治療のため外に出ていた。打った。危ない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 。同点のチャンスが生まれました。いやーっと、あれ宇佐美いるじゃん。決まるか。あ、今入ってきたのか。コースを塞ぎます。しっかりマークを確認しなくてはいけません。入荷する。
っけ。前に出しました。あ、ウソメ入ってきたんだね今の。あっとこぼれた。よいしょ。ヨナタン・シュミット、ウソメ、タカシ、バイヤー、アルティントップ、ゴール前までは行くのですがそこでボールが止まってしまいます。あっと、それまずい。ナイスです。ニューカッスルはしっかりと守りたい。コーナーキックです。キーパー、キーパーがうまく処理しました。うわ、出せない出せない、しまった。カウンターのチャンスだったな。マットリッチ、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ドミニック・コール、オッケー、ナイスシャルビ。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。宇佐美隆、ハリル・アリティントップ、フィン・ボガソン。あっと、まずいよ。笛はないようです。立てか、足を止めてはいけませんよ。あ、打った。あぶねえ、ハンドかと思った。あぶねえあぶねえあぶねえ、出したくないねここ。よいしょ、オッケー。慎重に攻撃を組み立てています。何セクシーなボール回しです。完全に翻弄されてる。まずい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 。このボールは危ない。うわー、やった。これは PK だ。うわ、しかも一発レッドカードが出ました。マジかよ。退場です。プレーがプレーでしたからね。うわー、メンバー次の試合出れないかもしれない。うわー、レッドだし、しかももう、いやー、いただけんわこれは。落ち着いて蹴りました。キーパーの動きを、本当はね、コース消しに行ったつもりだったんだけど、かかっちゃったね。ジョンジョ・シェルビー、入荷する。これはビッグチャンス来たか。本当、準決勝は何かが起きるんだよね。ボールを回して味方の上がりを待ちます。バレ、でけ。ボールの動きが激しい。しかも嫌な時間にやられたな。ちょ、ちょい。ここはスローインのミス。ボールを失いました。宇佐美隆。いやー、カウンター食らうよ宇佐美に。いい形でゴール前まで持ってきました。ナイス。マットリッチ。オッケーオッケー。あ、どっち使ってた、ミスった、見てなかった。後半のホイッスル、ニューカッスルボールのキックオフです。正直ね、中盤をもう一人増やし、あ、減らしてディフェンス先場に当てるっていうのもありなんだけど、どうしようね。それか 3-4-3 のボールがこぼれました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。 3-4-3 のダイヤモンドの下いないボランチなし式っていう形も取れるし、ちょっと考えた方がいいかな。偏りすぎだよねこのままだと。クラークの負担が大きくなってしまうから。あーっと、走り込んだ味方へ出した。ボールに寄せたのはディフェンスでした。気をつけろ。シャルビ危ないよ。ハンドっぽいよそれも。中盤でボールをカットしました。ドミニック・コール。立て。危険な位置です。緊張感が増してきます。サイドサイド、スペースを狙う。まずい。ゴール、ナイスキー。止めた。ボールが転がる。コーナーからのリスタートになります。決めに来た。ちょっと待って。もう一度ゴールシーンです。積極的にシュートを狙っていますね。いやー、アウグスごときに負けちゃまずいべ。あっと、ニューカッスルリードを許しています。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。うわー、あそこ通ったらめちゃくちゃもう完全一点物だったよ。ハリル・アリティントップ、あ、まずい。やっぱダメだね。これはチャンス。それは止める。このシュートを弾いた。
ここはコーナーキック、決まればリードがさらに広がります。ここまでのコーナーキックです。叩いて渡すこともできます。これは来た、ナイス。反応した。ちょドン引きドン引きドン引き、今の近距離よう止めたな。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ヘンリク・ムヒタリアンですが、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはボルシア・ドルトムントです。この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。いやー、とんね。ヨナタン・シュミット。ナイス。あ、引いた。ディン・ボガソン。ルーズボールになっています。いい形でゴール前まで持ってきました。完全に翻弄されてる。危ねえ。止めます。ちょっと今かよ。ちょっと完全に翻弄されてるし、流れがめちゃくちゃ悪い。ちょっと待って待って、どうしよう。いつも通り。入れてここに、あ、そうだった、外したんだ、すっかり忘れていた。そんなこと、雨帯をここに入れて、ここにゲイル入れよう。ちょっと頼む、こっからの時間であと2点取ってくれ。宇佐美隆、残念だな。宇佐美キーパーの手の中へ、にゃにゃにゃんやそれ、にゃんやそれ。スタジアムのテンションが上がります。抑え、切り裂けるか。ない。ボールを取ってサイドから中央を見る。いやー、サイド走って止めません。プレーは続いています。ニューカッスルそのまま行きます。うわあ、ちょっと待って、待ってください。アメオビー、ギャーという瞬間は訪れませんでした。ジャオ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 、ミスってまった。入荷する。これはビッグチャンス来たか。フェルヘーフ、ボールは戻されます。うわ、無理にキープしようとはしません。まあそうですよね。ここはクリアしました。ジャック・コルバック、サイドへのパス、ボールはディフェンスがクリア。そんな簡単なクロスはダメか。うわ、しかも出ないし、ボールの動きが激しい。フェルヘーフ、ここは2人で回します。おい、なんだお前ら、オンラインか、なんか時間稼ぎか、それ。くそー、やべえやべえやべえ、ちょっと本当に本当に、ちょ、冗談抜き冗談抜き冗談抜きだって言ったでしょ今。あ、ちょっさあ突破しました。ナイスキック。危ない危ない危ない。どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。危険な位置です。緊張感が増してきます。サイド、いやクリスティン・ガッツ、もう一回もう一回もう一回、まだあるまだあ る, まだあるチャンスを狙っています。うわー、クロス上げれねー。あー、それはそんだけマーク疲れちゃう。選手の交代があるようです。なるほど、な、試合が止まるのを待っています。ちょっとボールちょうだい、ここで動きます。突破しました。なー、それクロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。よし、これいいよこれいいよこれいい、これめちゃくちゃいい形。ここから入荷するのギアが上がるか。強い、にゃ、体をうまく使います。にゃー、ボールを取った。にゃーす、オッケー、ナイスカット。足につきません。もう一回、ルーズボールだ。うわ、ディフェンスが対応します。ヨナタン・シュミット、出しどころが見つからないか。ちょっとこれはチャンス。ライトだ。悔しそうですね。そうですね。まだある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 。ちょっともうちょっとセルみたいな、セローよ。諦めるの早くない？ナイス、宇佐美。ボールを強引に切り崩してきた。
狙っていった。ゴールを抑え込みます。サードスタイムだよ。嘘でしょ。いや早いって、早いよ。まだ全然ゴール前に持ってけたよ。早いって。わあ、どっち勝ったんだろうこれ。ああなんと負けたのか。ああ、ショック。残念ながらヨーロッパインターナショナルカップの決勝にはすみませんでしたが、大事なのはチームの状態、調子が良い状態で新しいシーズンの開幕に備えられることです。今シーズンの期待を満たしていただく能力について現在お互いを抱いていませんし、楽しみにしています。おお、有能。次の2試合はプレイできませんだけど、でももうヨーロッパインターナショナル負けたから、おそらくそこまで関係はないはずなんだけどな。アーロンズいいね。そんな関係ないはずなんだけど。さあちゃんとトレーニングはしましょうね。ロサーめっちゃ上がるやん。さあ日程が、日程というか月が変わったね。これで2、1、ドンドン。オベンバーがいいね。どんどん上がっていくね。さあなんか面白いニュース出てるかね。ブライトンが昇格に勝者、ブラックバーン一応実力が問われる入荷するのに2位、重要選手はヘッセガメス、チームのストライカーはアレクサンダー、チームのストライカーアレクサンダーミトロビッチによればシーズン終了時の表彰式の主役が入荷するなるとのことです。言うね。クラブのミッドフィルダーペレスは入荷するので高い高点するためには重要な役割を果たします。最終ラインではディフェンダーのヘストガメスのプレイが鍵となるでしょう。若手のアーロンズに要注目です。不意の爆発を見せて躍進するかもしれません。そうだね。さあということで今回はまあここで終わるんだけど、次の試合は次のパートはフラムと、ブライトンのカップ戦だね。やっぱね2部ってね本当に予定がみっちりなんだよね。こうやって、いやそうでもないかまあ割とみっちりなんだよ。でまあ最初から割とフルハムだからちょっとね普通にやんないとやばいかなって感じ。まあ自分がね今この一部に上がるためにマークしてるっていうか、まあちょっとやばいかなって考えてるのがビラ、上から順番に見ていくけどビラ、ダービー、フラム、リーズ、ノリッチ、QPR、レディングぐらいかな。まあそこじゃないかな、上位に食い込んでくるのはおそらくねって感じだからね。まあ一応まあそんな感じかなということで、じゃあ今回はこの辺で終わろうか。選手募集してます。ぜひコメント欄の方でお願いします。ということで終わります。バイバイ。